って、その中で究極の脱力で出てるんですよ。このボタンが自分でどのようにしてほしいってことは、7割ぐらいの水分もほぼあんま分かんなくないよ。全然分からへんな。ミート力を向上するならゲットラインバット、飛距離伸ばしたいならヘッドランバット、手に取って変わりましょう。どうも、ミノルマです。はい、本日はですね、レベルが非常に高いかもしれません。この動きを覚えてリズムよく打つ感覚を覚えれれば、ミートする確率ももちろん上がりますし、バッティングがグンと伸びます。でもこれは継続しないと絶対ダメです。今日見た方は必ず継続するっていうことを約束してください。本当にね、今日やることってすごい簡単そうに見えるんですけど、実はめっちゃ深くてめっちゃ難しいかもしれないです。ただ特にこれトップレベルでやる選手っていうのはこの動き絶対あるので、だからこそ小学生、中学生、難しいですけどやってみてください。なので今日今回それをお伝えするので、ぜひ、やってみてください。早速いきます。はい、まずはですね、どういう風に振っていくかというと、まず片手からいきますね。今回ちょっとお聞きでやりますけども、横から投げるパターンでも大丈夫、斜め横から分かりやすく、ちょっとお聞きでねやろうかなと思います。でこれどういう風にやるかというと、バットの動きめっちゃ重要で、バットの動きはちょっと見といてもらいたいんですけど、このバットがゴルフのイメージ、常にこの体の中振るイメージですね。もうなんか一直線で振れてる感じ、分かりましたね、うんうん、このラインで必ず振る。こっちこう、ここね、どこ行くのみたいな、どこ行くのヘッドみたいな、こんなの多いんですけど、必ず自分でこの体の中一直線に振れるように意識してください。ここからが重要なんですよ。こっからが難しい。どうやるかというと、手が上がっていってる時に腰をピッチャーに向ける。こうじゃないですよ。この後ろの腰をプッとピッチャーの方向に移動。その時にバットが上がっていってる時にピッチャーの方に移動、移動していくけども手が自然に上がっていく。そこから振り下ろす、振り下ろす、これ捻転っていうねじれる動きなんですね。この動きができるとどういうことかというのが、ケンクルヒージュニア、ケンクルヒージュニアさんの動画ちょっと皆さん見てほしいんですけども、打ちに行くときにね、体打ちに行ってんのに手めっちゃ浮くねん、いいよ。これって僕の中で究極の脱力で呼んでるんですよ。でもこれってね、結構コツさえ掴んだら簡単なんですよ、作り方が。今日やることをやり続けたらそれできます、究極の脱力。要はそれができるとすごい腫れるわけですよ。なのでちょっと皆さんやってみてください。僕の動きと一緒にやってください。僕と一緒のような動きだったら完璧です。で、なぜ今日僕と一緒のような動きになってほしいかって言ったら、今の子供たちに伝えたいのは、やっぱ動画で見てその動画をそのまま自分でモノマネしてほしいんですよ。僕はバットまだこうだな、こうだなと、自分の動きどうなってるかなって言って見出すんですよ。その一歩がまず大事。自分で自分の姿を見ない選手はうまならないですよ。だから今日は手上げていって腰を入れた時もまだ手が上がっている状態ですね。この状態を作って下ろしていく。これをまずやります。で、これをリズムよーく、これ素振りでもいいですし、今日ちょっと起きていいでやっていきますね。リズムよーく、まあ、振っていく、手上がっていっているのに腰が入っていっているの分かりますかね。今僕何気なくリズムよくやったと思うんですけど、これめっちゃむずいです。だいたい一緒のとこ打ってるんですよ。これなぜ一緒のとこ打ててるかって言ったら、ここのボールを打とうと思ってないんですよ。体の流れに沿ってこのボールに向かってなんか自然に体全身でこうやって打ってるから、こうやって捉えられるんですよ。これを腕だけで行くってなったら、まだこれ変な動作入って腕が疲れてきたりとか変なスイングになるんですよ。これがねめっちゃ大事なんですよ。でこれができた次、両手ですよ。両手、今オキティでリズムよくパンパンってやったのを次両手番です。両手でも振り方全く一緒で
こんな感じで上がっていってる時に腰をピッチャーの方に向ける。そうすると勝手に手が上がって勢いつけてみます。ここでいきますね。ダーン、ダーン、ダーン、体全体で感じる。まるで機械になったかのように、このボールに向かって機械が動いているように皆さん見えたと思います。今のは僕3割ぐらいです。でも最終的に自分のリズムさえこうやって打ちに行くときに、はい、手が上がっていく、腰が入っていく、パーン打っていけば7割ぐらいのスイングでも飛ぶんですよ。10割のイメージでずっと打つでしょ、バーン。じゃあ余力がもうないわけですよ。10を超すことってないから、ほぼ。例えば7割で打席入ってる人と10割で行ったると思って余裕の度合いが全然違うんですよ。ちょっとね、僕の10割と7割ちょっと見せます。10割はどういう風に打つかっていうと、いきますね、ノーステップでいきます。10割いきますね。これ10割です。で、7割いきます。7割の今10割出したぐらいの感覚で僕は7でいきます。いきますね。あんま分かんなくないね、これ。あ、全然分からへんな。7割であれだけ打球にスピードがついて余裕を持って打ちに行けたら試合になった時めっちゃ楽だから、7割でマックス持っていけるようなスイングを身につける。これむずいでしょ、マンツーマン指導だから。僕のだからこれ7割のスイングでちょっと僕リズムで打っていきますね。さっきの要領、手を上げていった時に腰をこう落としていくだけ、あの回していくだけ。いや強い、強いでしょ。10に見えますもん。10に見えるでしょ。でも7やもん、余裕ある、ね、これに今ノーステップでこんだけ打てんねんから、これ足上げて引いたらもっと強なるねん。ちょっと今のとはリズムティーで足上げながら、7割の感覚で打ちます。いきますよ。構える、引く、なんでそんな軽い感じで遠く飛ぶんですかみたいな言われるの。でこれってあの僕が思いっきりガーンって打ったら、あ、本気で振ってんなってめっちゃ分かんない。でも7割の感覚でも本気に振ってるように見えんねん。でなんでかというと10割で振る力加減と7割で振る力加減が近いねん、誤差が。まあなるほどなるほど。これほとんどの人が誤差めっちゃ広いねん、体のこの使い方が分かってないから。だから今日めっちゃシンプルに教えたでしょ、こうやって。はい、これをやったらええだけだから、こねるとかそういう発想ってなったらこねるとかないねん。なんでかって言ったら体の中で勝手に振られるから、体の連動からそれるからこねねん。なるほどな。便利、手だけ行ったりする。体の連動の中でこのバットが勝手にこうやってバーッとついてきてるだけやっていうことですよ。だから今日はちょっとオフィシティでやったんですけども、斜めからキーでもいいしマシンでもほんまにこういうふうなダーッと足腰でイメージで振ったイメージで構えて打ってみてください。そうやって振ったら、あ、今のポテポテいきました、あ、ちょっと寝てんのかなって思うね。違うね、自分の体のリズムの中でちょっと崩されてるから、そのリズムの中で次はいい当たり打てるようにちょっとずつちょっとずつちょっとずつタイミングとかリズムを変えるだけ。抵抗しない当たった時のスイングってどういう風に鍛えるかって言ったら、バット振るのももちろんそうやけどトレーニングで鍛える。だからわけなら、だから僕ヘッドランで振られる感覚って言うでしょ、それなの。振られる感覚でバット振ってほしい。だから最終的にもっと難しいこと言うと、バットはストレッチ道具なんで、まあ、全員やった方がいい。メニューと課題云々じゃなくて、もう全員その飛距離を伸ばしたりとか、要は試合で余裕を持つためにやった方がいい内容ってことですね。でもほとんどの人ができないと思います。
これ結構難しそうやね、小学生とかで特に親御さんと一緒にやるときなんかどうチェックしたらいいかとかさ、難しいやろ。だからこそ子供が自分で見ていろいろチェックする。ああなるほど。そこまでできたら今の時代絶対ポーンと頭一つ抜けると思う。そこまでできた。でもほとんどの人がやらへん。いや大変やって感じです。はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。